こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。こんにちは。モダコンを使った鬼ごっこ企画最終章マックス村井編。昔やりましたね。5回私を制限時間内に倒せ。高橋くん、カズエンド、トシくん、誰しもが10分間持たなかった、ね、はい、部屋を作りました。そこからのからの本命だ。10分持ったらでもすごいね。すごい、ほんとすごいっすよ。なんか一つ思ってんのは、前回村井さんとやった時多分1回目だったんですよね。1回目だった。なのでもうそろそろ我々もね、あのマップだいぶ熟知してきてますから。そう、このマップね、結構熟知してきて、はい、どんどん逃げ切るの難しくなってる。今回はもういかに村井さんといえども、レスポンしてから10秒ルールね。わかりました。わかりました、はい、十分動かなければいいんだよね。そう、うん、そうですね。私が逃げる時間をね。ちょっと僕あの見るなよ、こっちの画面を。俺もじゃあこうしよう。いいっすか、始めて。いいよ、始めて。始めますね。しゃあ、行きましょう。皆さん、どうしますか。単独行動。あ、バラバラがいいんじゃないですかね。バラバラで行きますか。うん、とりあえず。とりあえず、あの、電車の、電車にいます。はい。もう、さすがに無理じゃないですか、村井さん。もう無理だと思う。それはどうかな。しかしまだ誰も会っていない。もう会ってない、もう1分が経とうとしてる。さすがのイモリテクである。俺もう殺されてる。そうですね。あ、いた。おいどこにいました。なんかね、端っこの方に座ってた。で、俺がチラッと見えてバレないようにしてたんだろうね。一歩も動かなかった。それ面白いですね。じゃああと5秒ぐらいで動きますか。数えろよ。5、4、3。待て、もうちょっと待て。2、1。はい、ハンターの皆さんは行動を開始してください。もうあれか。いや、見たことないからわかんないです。適当なこと言って。何いたの？笑ってる。やめろお前。え、また電車？いや、電車のですね、なんだ、電車の部屋に入る、そう、ここね、そこそこです、そこです。前村井さん隠れてたとこですね。で、僕素通り仕掛けたんですよ。でも、あ、この前いたなと思って振り向いたらいたんですよ。で、さっきの通り、あの、動いてませんでした。そうそう、行きますか。あ、そうか。まだ待て。じゃあ、あと3秒で行きます。行きましょう。3、2、1、スタート。いた。早っ。やばい、定まってない。隠れる場所が定まってない。カゼンさん、めっちゃ監視しとる。うん、どちらの方に。今多分ね、あ、いなくなっちゃった。よかった。今多分飛行機、ヘリらへんにいると思うんだけど。いなくなっちゃった。よかった。ふぅ。あ、もう落ち着いてる。落ち着いた。一瞬完全にバレたかと思った。ドキドキした。胸がドキドキした。これアバベルみたいに前転とかできるというのにな、回避とかね。スライディングはできますよ。フォンフォン。ウィー。10待つ。待とう。待て。9、8。まだ私がレスポンしてない。え、した。10、9、8、7。長いね、結構。6。長いね。5、4。今までで一番時間を取ってる。2、1。おい。あと2回ですか。多分。そうです。そうです。
あ、いたな、多分。多分いたな。あ、全部さんだった。俺だった。あ、よかった。よかった。村井さん緊張したんですか。すっげえやべえと思って下手に動けねえぞって思ってそれは面白いですね。下手に動けないと本当に思ったよ今。今僕電車のとこいます。あれあそこにいるのは、はっ電車の中にいた。電車の中、電車、基礎、基本に戻って電車の中にいた。あと1回村さんリスポーンしました。マップが悪い。あれしてる、うん、マップは悪いよ。10 9 8。やめろ、カウントダウンするな。やめろ、6カウントダウンするな。5 4 3。マップが悪い、マップが悪い。2 1。はい、熱いし、熱いし。いや、やっぱ村井さんでもいいか。すげえ、すごい無言ですね。いないね。リコンやクラフトを要請してください。いないですね。リーコンエアクラフトを要請してください。電車にどこにいます。僕はやばい、電車の2階にいるかも。やばいやばい、電車の2階にいるかも。やばい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 。電車の2階にいませんでした。やばいブラフか。電車2本あるよね。やばい、片方やばい、片方やばい、片方電車でいないっぽい。やべやべやべ、あっ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 、なに、完全にいるぞ。俺なんかさー、あれ、まあいいや。ありがとう。はい、お疲れ様でしたふぃー。もう前だね。もう見ていいかな。いやー、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱ村井さんでもダメでしたね。ダメでしたね。もう無理ですね。もう無理だわ。マップが悪い。ちょ、変えて、もう一回やってみます。マップ、マップ、お？もうイエス高須クリニック、多分このまま行きますよもう、うん、皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますので、そちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます。この YouTube チャンネルの動画だったりとか、私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますので、そちらからどうぞダウンロードで